はいどうもー、タツリンでございまーすわよ。今回はですね、こちらを購入したので紹介したいと思います。ポータブル電源でございます。ということで、なぜこちらのポータブル電源を購入したかと言いますと、まあ先日の九州北部豪雨の時にやはり停電がね結構激しかったので、そういう災害の時に使えるんじゃないかなと思って購入したのがまず一つですね。僕のメインの使い方になるんじゃないかなと思いますけども、こちらを、車の方で運用したいと思っております。やはり車中泊の時に100ボルトがあると非常に便利がいいですよね。まあ車中泊をするときにですね、エンジンをかけっぱなしにして一晩、エアコンをかけたりなんかにすると、やはり車への負担がかなり大きいんじゃないかなというふうに思いますので、まあこういうポータブル電源を使いながら、車中泊を快適にしていきたいなと思って購入しました。でね、今回購入したのがね、スアオキって読むのかな。まあ、こちらの方ですね、 YouTube の動画や、いろんな人のブログで紹介されてますんで、もう今更感はかなりあります。まあ一応機能を紹介したいと思います。まあ、まずこちらにですねメイン電源があります。ピーっていう音がしましたね。でこちらにインジケーターが 1,2,3,4,5 個か、5個メモリがあります。まあちょっとね先日使ったんで1メモリ減っちゃってますけどもね。まあこちらが海外のコンセントなのかな、まあ、ちょっとよくわかんないですけど。でこちらが、100ボルトのコンセントの電源ですね、2本のですね。でこちらが、DC のポートになりますね、2つあります。 DC12 ボルトの5アンペアのポートが2つです。でこちらに2つ USB のポートがございますね。こちらが、5ボルト1アンペアの USB ポート、こちらが5ボルト 2.1 アンペアの USB ポートになりますね。裏のここが充電するところですね。で容量が、2万ミリアンペアアワーの 11.1 ボルトということになっております。でまあ最大ですね、消費電力が200ワットまで使用できるみたいです。で、付属品がですね、まず本体を充電する AC アダプター充電器ですね。でこちら車でも充電できます、シガーソケットの充電器です。でこちらが、さっき紹介したね DC ポートに挿して使えるシガーソケットのメス側です。まあこれがあるんでですね、車用品もエンジンをかけない状態で使用することができますね。まあ僕も詳しく分かってないんですけど、電気を制限波というやつにいうものに変える機械もなんか内蔵しているようです。ですのでなんかこうパソコンとかああいう精密機械も、使うことができるみたいですね。で別売りなんですけども、この同じメーカーのスアオキさんから出てるソーラーパネルでも充電することができるみたいです。まあこちらでですね、夏場車中泊するときに扇風機なんかを使ったり、冬場だったら電気毛布を使用することも一晩ぐらいなら十分できる容量みたいですので、これから、車中泊が快適になるんではないでしょうか。まあ、こちらでまたこれから先いろいろ楽しんでいきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。じゃあ、バイバイ。